はいどうもこんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、質問コーナーでございます。今週の質問コーナーでございますということで、早速質問の方を読んでいきたいと思います。今日マスターチューンを買いました。1号で40センチ級の口太って余裕ですか、という質問が来ております。これもちょっと何人かコメントの返信を返してるんですけど、まあ余裕かって言われたら、まあちょうどいいというか普通ぐらい、余裕かって言われるとね、余裕があるわけじゃないかなって感じ。口太って言ってもやっぱその冬のなんだろう、餌を食った丸々したね口太もいれば、1キロちょいぐらいな口太もいるわけで、だからそのそれによるみたいな感じのがあるので、余裕かって言われるとうんって感じ。まあ標準サイズぐらいの、まあ1キロ200とか、40センチ1キロ200は標準ぐらいかな。別にまあぼってりしてるわけでもないぐらいな口太だったら、まあ普通にちょうどいいかなっていう感じでは思います。これね、なんとも言えない。竿って思ったより曲げ込むとグーファーってね、最近の竿って曲がるんですよ。よほどこうすごい先調子な竿ではない限り、あのね、なんだろう、まあちょっと先調子、要は競技用みたいな竿っていうのかな、あのシマノで言うとね、 BBX スペシャルとか、あの白い竿ね、あの辺はね超先調子なんですよ。調子としては 8,2 ぐらいなんで、なかなかどう曲がんないんですよ。全然もうなんか3番ぐらいマスで、もうほんと先端の なんだろう1番2番がちょっと曲がってるみたいな、3番がだいぶ大きいわけでやっと曲がるかなぐらいな感じで、すごく硬いんですね。でもそういうの以外だと、最近のグレザオっていうのは、まあ、7,3 ぐらいの調子が平均といえば平均なんだけど、魚がねガッと突っ込んだ時に竿がね結構グーって、もうなんだろう、4番5番までチヌザオに近いというのかな。ちょっと今ね例えで持ってきたのがこのセイハエアマスター AGS という竿でございます。グレードとしてはマスターチューンと一緒か、マスターチューンちょっといいぐらいかなっていう感じですけど、でこれがセイハエアマスター AGS の1550という竿なんですよね。この竿で、じゃあちなみにどんぐらいまでやったらこの竿を使うかっていうところで言うと、まあ40センチぐらいまでならっていう感じです、自分はね。まあ、45が来ても、まあ、正直ねこれもそうだけど、マスターチューンもね結構なんだろう、ほんとねチヌザオに近いまではないんだけど、結構ねこの4番5番がグーってね、走られた時にグーって止めてでもグーってついていって、このバッドパワーで止めるっていう、まあ多分シマノとかね、そういうサーサオの、レビューの動画とか、あのメーカーが出してるね動画とか、あと雑誌とかにもちらほらそういう風な感じで、ね、バッドパワーっていう、バッドの粘りがとかっていうので、最近のこうサオっていうのは結構設計がちゃんとしてるというか、あのカラーリングだけじゃなくて竿の性能もねすごく良くなっているので、あの正直余裕かって言われたら余裕ではないけど、ほんとね、この曲げ込んで楽しむのにはすごくねちょうどいい竿なんですよ。だからこう50センチ級が出ますよっていうところにさすがにちょっと自分はこれは使わないです、さすがに。ただ、まあ、運が良かった45はたまにポッと出るかもしれない、でも基本的にまあ出ても40センチぐらいかなっていうところだと、このセイハエアマスター使ったり、もう一個あるトーナメントの1553を使ったりします。でこれもね、セイハエアマスターも結構曲がるのよ。もう思いっきりね引っ張られてグワーって溜めた時はね、あれこれチヌザオかなみたいな、チヌザオのちょっと競技用に近いなんか感じの曲がり方だから、台湾だから銀狼オーガAGS となんか同じような、なんか曲がりをしていくっていう感じがありますね。ほんとね、バットこの辺、これリールシートだから、このちょうど付け根、ね、ここら辺まで結構グッてこう曲がるんですよ。まあ5番少しだけだけど、でもその少しがやっぱりこう最後のグッと止めるパワーというか粘りというかにつながってると思うんで、まあ余裕かって言われたら余裕ではないかもしれないけど、本当楽しめる竿じゃないかなと思います。
なのでまあ、うん、楽しいかなと。で45センチがポツポツ出るならもう一個ワンランク上の方がいいんじゃないかなと思いますね。はい、ということで次の質問いきたいと思います。いつも拝見させてもらってます。質問です。今度グレ狙いで行こうと思うのですが、近場でグレ釣れる場所ありますか？やはり構えとか行かないと釣れない感じですか？ちなみに近い場でしたらニサ、オトズなどですという、感じですね。近場でグレを狙うというのは、そのどれぐらいのサイズを狙うかによっていろいろと、変わってくるんですけど、まあ近場、あくまでも近場ということであれば、普通に5号地テトラが面白いんじゃないかなと思います。あそこはね、まあ潮の流れとかいろいろあって楽しいのもあるんだけど、結構ね、脇絵を巻くとコッパがまあ湧いてくる中に、ちょこちょこ30センチとか、自分5号地テトラでこの時期かな、6月終わりとかくらいだったかな、マックスだこね38センチぐらいのグレ釣ってるんで、5号地のテトラでね、チヌ釣りしてって、ね、だけどそう、チヌ釣ってたらグレがパッと来て、なんかえらい引くな、これ年なしあるかなと思って上がってきたら37、8ぐらいだったと思うんだけど、グレが釣れたんですよ。でそれから、あ、結構この5号地テトラ釣れるんだと思って一時期通ってた時もあります。場所的に言うと5号地テトラの大分側よりやっぱ辺が釣れるかなと。なのでまあその5号地テトラもありだし、ちょっとミサとオトズはね正直ちょっと厳しい。オトズだとオトズ川の河口っていうか港だと、まあ、一番ちょっと奥の方先端っていうのかな、今あそこ釣られるのかちょっと分かんないけど、あそこで昔何センチだったかな、自分が知ってる限り約46センチか48センチかのグレが釣れてるんですよ。でその時釣れた時ももう自分見てたけど、もうえらいなんか引いてて、マダイかなんか来たんじゃねえかみたいな、こうわらわらっていたんだけど、で上がってきたのが47、8のグレで、あれでも秋口かな、あれでも11月とかだからそんぐらいだったと思う、タチウオを釣る時期やったとかそんなんだろうん でそれで釣れて、多分ハリスが口の周りにハリスが 何個かあったんですよ。針がかかったまんまのが3、4個あったんじゃないかな、なんか針いっぱいついてるみたいな、だからみんなブチ切られてるんだよね、そんなでかいの来ると思ってないからっていうのがありましたけど、まあ弟のね一番先端もね、もう釣られる場所も限られるっていうのもあるけど、やっぱあそこは何かしらいるんですけどね、秋口が一番そこはいいかなと。ただやっぱ釣り場所が少ないんで先端のみしか釣られないからっていうのもあります。ミサはちょっとね、もう本当釣れても本当コッパしかいないここにコッパしかいないから難しいかなと。あとはね、日吉丸の先端のテトラがあるんですよね。テトラがあって、テトラと縦一文字がこう、こっちがテトラね、日吉丸の一番先端歩いていくとこ、テトラと縦一文字があって、この間ぐらいとか水道とかね、この辺も30ぐらいのがもうちょっとしたら釣れ出すんじゃないかな、ぼちぼち釣れるとかですかね。近場だとそんなもんじゃないかなと思います。もうあとはね、有名な、もうちょっと時期遅れてるか、つくみのスーパー防波堤ね、うん、50アップが出るという、あそこ もう場所取りというかあれですし、あと鶴見とか構えとかも出ますけど、餌取りがどの道多いんで、もう本当基本パン粉重宝で行かないと釣るのは難しいんじゃないかなと思いますね。はい、というわけで参考になったでしょうか。近場だとまあそんな感じ、西大分の方も釣れるけどコッパが多いかなとか、結構昔ね通ってたりしたんで、あっちこっちね、はい、まあ、参考になればと思います。はい、ということで次の質問でございます。質問です。タモ入れ後竿を持ったまま、タモの絵を縮められてますが、どのようにされてますか？また竿を股に挟むやり方とのメリットデメリットがありましたら動画でアップしていただけないでしょうか、よろしくお願いします、ということでございます。はい、自分がねいつもこうタモ入れしてる、タモの入れ方っ
ていうのはあれね、基本的にこう大分式タモ入れって言われてるやり方なんですよ。一番最初にやりだしたのは正直ちょっと誰か分かんないです。大分の誰かがやりだしたから多分大分式のタモ入れと言われてます。もうメリットデメリットで言うと、竿を持ったままタモを縮めれるんで、なんだろう、多分実際にトーナメント用に使われてるタモ入れの やり方だと思うんですよ。だから大分のトーナメントで誰かがやり始めたからじゃないかな。多分池永さんとかじゃないですかね。池永さんも確かこうやって大分式で入れてたんで、もしかしたら池永さんかもしれないです。正式に誰から始まったっていうのは分かんないですけど、大分でやってる人はまあまあ、います。でみんなじゃないんですけど、結構半数ぐらいの人はあれで入れてるんですよね。でどんな感じで入れられてるかっていうのをちょっとね、ここでちょっと軽くね、そう狭いんで軽くだけしますけど、ちょっと準備してリハでやろうかと思ったけど狭すぎてできないよねこれ。これ自分は左持ちね、左持ちなんで左で持って、でタモを伸ばしました。もうダメだな、ダメだな。ちょっと外行ってやりますわ。ちょっと後でね。はい、というわけで、わざわざ海に撮影に来ました。もう竿はちょっとね、もう伸ばさないけど、一応ね、見た目ということで、これの状態であります。で、タモは一応下まで伸ばして、それの、感じを見せたいと思います。まず、どう視点に映したらいいかな。自分目線の視点の方がいいかな。横から、とりあえず横からやりましょうか。この視点ぐらいでいいかな。はい。で、例えば、じゃあね、タモを出して、はい。こう伸ばしました。今ね、こうやってタモがね、伸びてるのは見えると思います。で、今ほぼね、伸びきってる状態です。5メートルね。伸びきってる状態です。で、ここから、普通はここに、股に入れて、こうやりますよね。こうやって入れますよね。こうやって。はい。はい、まあ、大体こんな感じね。これが、なんだろう。多分一般的、全国的に、やる方法のタモ入れです。で、大分式は、これね、もう一回やります。タモを伸ばします。はい。で、魚、すくいました。はい。すくいました。で、ここね、ここ、見てください。時計じゃないですよ。ここ。これは持ったままです。持ち方、みんなと一緒かな？わかんないけど。持ったまま、ここで、ここと、なんだろう。この空いてる指とかで、このままこう縮めるんですよ。こういう状態。これが一応大分式と言われてるタモ入れですね。だから、これのメリットは本当に、こう手で、これを竿を持ったまんまいける。普通やったらこうやってね、一回股に挟んで、こう縮めるところを、これね、持ったままいける。もう一回いきますね。これ角度的に大丈夫かな？はい。はい。今、ガンと行ったね。はい。で、魚すくいました。すくってから、こっから、ちょっとね、見えにくいか。こっから、こう、ここら辺ね、空いてる指をも、を使って、こんな感じで縮めていきます。これが、大分式のタモ入れ。ちょっと逆のアングルで行きましょうか。じゃあね、逆のアングルで行きます。これ右からね、右から見て、はい。竿を伸ばして、はい。今この状態ね、今ほとんど海についてます。つけると洗っちゃうんでつけないけど、はい、これで魚すくいました。ね、すくって竿を持ったままですよ。持ったまんま、これで、こうやって縮める。だここは持ったままね。ここは持ったまんま、空いてる指を使って縮める。こういう感じです。で、いつもは自分はね、こうやって、タモを入れて、このぐらいで幅で入れるんですよ。戻すっていうのかな、タモを。こうやって戻していくと。これ、こんな感じで、ちょっと、引っかかった。こんな感じで戻していくんですよ。うん、これ持ったまんまできる。で、トーナメントやってる人は違うんですよ。大分の中でもね、やっぱトップクラスの人たちは、このね、1回の縮める幅がでかい。自分は今ね、こうやって、どんぐらいだろう、50センチずつをこうやってやってたけど、トーナメントやってる人は、もう1回縮める幅が1メートルぐらい。2、3みたいな。3ぐらいでもうタモのところに届くぐらいだね。これ5メートルのタモだけど、そんぐらいで届く距離でやってます。なので、やっぱトーナメント向きの入れ方っちゃ入れ方ね。竿を持ったまんま、これで縮めると。自分はもうトーナメントやらないんで、ゆっくり3、4、5回みたいな。
はい、こんな感じで縮めると。あの、やったらわかりますけど、そんなに難しくない。この空いてる指が絶対あるんで、手をここにだからかけた状態で縮める。それだけです。で、持ち手としてはやっぱここを持った方がやりやすいかなと自分は思いますね。あの、ここら辺でもいいんだけど、これで伸ばして、こう入れます。まあ、長い時ではこうなるよね。で、タモ入れて、こうやって入れます。で、今引いてるから余計にちょうどいいっちゃいいんだけど、でそういう時は、一回ここを持って、手を持ち替えた方がいいんだよね。ちょっと持ち替えてやると、あの、よりこう入れやすいかなと。はい。これが、一応大分式タモ入れと、タモ入れと言われてるやり方でございます。まあ、なんとなくこう、分かったかな、とは思います。やっぱりね、こう、わざわざこう、なんだろう、竿を股に挟んで、こう、やらない分、その、なんだろう、タモ入れが早いっていうのと、持ち替えなくていいっていうのが、やっぱり最大のメリットじゃないですかね。で、やっぱデメリットとしては、なんだろう、かなり大きい魚。例えば、グレの50センチとか、チヌの50センチオーバーとか来た場合、ちょっとね、この、入れるときに、なんだろう、こう重すぎて、ちょっと両手で、竿を持ちながらこうやって、ちょっと手が重たいんですよ。これね、逆かな。大分の、こう、なんだろう、トーナメンターの人たちって、右の竿を持ってる人多いから、左でこう入れるのに、こう、それはいいのかもしれない。右の方が重さがかかるから。でも自分は左で竿を持つから、左で、こう、縮めながらこうやるから、重たいんですよね。だからあんまり大きい魚をかけた場合股に入れて縮めてますっていうぐらいですかね。それがメリットデメリット、うん、だからメリットの方がでも大きいですね。これでやるとき普通のグレの40ぐらいだったら全然チヌの44、5ぐらいでも全然これでいけちゃうぐらいなので、もう素早く縮めれるっていうのが多分最大のメリットかなと。デメリットは重たいときはちょっと股に挟んでやっちゃうかなっていう感じです、自分はね。で別にトーナメントしてないから別にそんな急ぐことないんだけど、でも楽なんですよ。はい、ということで、まあちょっとね、参考になればと思います。はい。まあ、練習したらすぐできるから、うん、簡単にできる。もう手持ち替えなくていいから、持ち替えなくてそのまま縮めるだけなんでね。はい。ということで、今日は以上でございます。またわからないことがありましたら、コメント欄の方に書いていただければと思います。ということで以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。